生命の実物に暗いあのそういう地位にね、位置にその住まうっていうことだけど、本当は生命の実物は刻々でもってさっき言ったように無の一点だ。結局ね、その無の一点だから十っていうこともね、刻々で十一ってことはありえないもの、本当は十するってことはありえない。そういうのを等感っていうか、その俺は生命の実物にちゃんと従しているって言ったって、その刻々の無の刻々なんだから、その従っていうことは無でだと、そういう従っていうこともこの抜け出るから、それで等感っていう感を通るね。いわんや等感の字あらんやって、そういうね、等感十一っていう字を検閲することも忘れ去って、それで真っさらの生命の実物になるっていう人がないっていうのね。たとえ十一と人数とも誰か既得陰物他人を道徳せん、まっさらな生命の実物として人無人海刻々って、この宇治をね認知する人がいてもいたとしても、誰か既得陰物他人を道徳せん、本来そうである、それを自在にね、その活動させる人がいないってこと。たとえ陰元道徳せることを久しきも、いまだ面目厳然を模索せざるなし。たとえね、そうだとはっきり言ってみても、道徳っていうのははっきり言ってみても、しかし本来面目厳然というのは本来あり方厳然だを模索せざるないなしというの、手探りしていないものはない。これは面目厳然ということをもう向こう側置いちゃうからね。面目厳然というのはもう向こう側置いて、こう手探りしたところにはない。事実今こうやるというところで面目を厳然する。で、凡夫の氏なるに一任すれば菩提涅槃もわずかに古来の僧のみなる氏なり。で、この氏っていうね、今言う人無人海刻々っていうのが氏ですよ。この世界ぐるみ刻々だっていうことですね。これをね、凡夫に考えさせると、凡夫にも任せると、そうすると菩提涅槃ということさえもわずかに古来の僧のみだ。この、来たり去ったりするそういうものでしかなくなるっていうのね。菩提涅槃っていうのは動かないっていうんだよ、菩提涅槃。ところがそういうふうに、去ったり来たりという漂う存在になっちゃうね。で、わずかに古来の僧のみなる氏なりというのね、これずいぶんややこしい文章だけど、わずかに古来の僧のみなり、でそこで切って、その古来の僧もなお氏なりと、こう言ってみたらわかるじゃない。で、おおよそ羅老をとどまらず、宇治現状なり。羅老っていうのはね、羅っていうのはうさぎを取る網、それから老っていうのは魚のカゴっていうんで、で結局この悟りを取るための道具っていうことですね。
で、おおよそらのとどまらず、悟りのための道具としての修行はないっていうこと。そんな今さ、悟ろうっていう、それのための道具として、まあ、普通は修行を考えてんだね、普通の人たちは。ところがそんなね、悟りのための道具としての座禅修行は座禅修行にならない、座禅じゃない。で、無事現状な全くまっさらな今の生命の実物を生きるだけだと、こういう。で、今迂回に現状し、作法に現状する天皇天主、今も我が人力する宇治なり、その予言にある水陸の習字、これ我が今人力して現状するなり、名誉に宇治なる書類書と皆我が人力現状なり、人力協力なり、我が今人力協力にあらざれば一方一物も現状することなし、協力することなしと三学すべしと、こうありますがね、この結局これこの道元禅師は何しろ文章が美しすぎるんでそれでちょっと我々参るんだけど、結局はねこういうことなんだ。今迂回に現状し、作法に現状する天皇天主、それから次のね、予言にある水陸の習字、それから名誉に宇治なる書類書等ってこう書いてあるけど、これね、これで今この世の中のね、全てを尽くしてるわけだ。全ての天地間にあるあらゆる存在をね、言ってるわけですよ。何しろ道元禅師っていう人は大体貴族の生まれで、そのうんと勉強してる人で、頭も我々とは違うんだから、だから文章一つ書くんでもあんまり微分すぎるねそれで我々頭悩ませることになる。で、この随文記にも出てくるもん、なんかちょっと筆持って書こうって言うと微分がこう出てきちゃって、これが俺の欠点だって書い道元禅師自分でちゃんと言ってんだからね、これもうちょっとざっくばらんに言ってくれれば分かるんだけど、そうすれば文章が分かりやすくなるけれど、文章が、まあ汚くなる。私の書く文章なんか汚いだけだもんね、そのかわり分かりやすいじゃん。で、今の天皇天主っていうのはこうなんか上のもんでしょ、それから水陸の主事っていうのは水陸にあるもんだ、それから名誉っていうのは目に見えるもの、世界目に見えない世界って、こういうことなんだからね、それでもって天地間のあらゆるものを言ってる。そういうのはみんな我が人力現人力する宇治なりとか、我が今人力して現状するなりとか、皆我が人力現状なりとこうくっついてるでしょ。結局我が人力現状っていうのはどういうことかっていうと、私が生命体験すればこそある、あらゆるものはね、あらゆる一切の存在は私が事実刻々生命体験する、現生に生命体験すればこそあらゆるものがある。そして私はっていうと、私はそういう一切のものを生命体験することにおいて生きてる、そういうことね。で、だから今も我が人力現状する宇治なりはね、
これは今人力して現状するなりとか、それから皆我が人力現状なりと、これみんな同じだ。私が生命体験すればこそ人力協力なり刻々の生命体験。協力っていうのはね、刻々っていうことで、我が今人力協力にあらざれば一方一物も現状することなし、刻々に私が生命体験することなしには一方も一物も現状することはない。協力することなしと考えますでしょ。私が生命体験しなきゃその刻々協力ということもない。結局はね、この人力協力っていうんだけど、の結局生きてるってことですよ。の話をこう向こう側へこうわけのわかんない方を持ってっちゃダメだ。私が生きてるという、そういう生きてるってのはそういうもんだ。刻々に生命体験すればこそあるんだ。それ全く生命体験しないところにはないんだ。例えば私なんか、まあ今田中角栄さんの話持ってきたけど、田中角栄さんのやってることっていうのは私は知らないってことさえも知らないほど違った世界で生きてんだと思うね。しかしな、また私が考えている生命体験っていう生命の世界っていうのもな、田中角栄さんにしてみたら知らないってことさえも知らないで生きてると思う。それほど違うんだ。で、おのおの自分の生命体験する世界を生きてるんだから、それが人無人界を生きてるという称してるんだから。で、協力というは夫婦の同在するがごとく学識たるべからず。協力ってことね、これを普通シャバ世間では経歴っていう日々じゃん、読むじゃん。で、経歴っていうと平社員が班長になりさ、班長が課長になり、課長が部長になりって、そういうのを俺の経歴と思ってんじゃない。ところが今ね、この今協力っていうのはそんなね、あっちからこっちへこう移るようなもんを言ってんじゃない。だから夫婦の東西するがごとく学識たるべからず。風や雨や風がね、あっちからこう来た、それであっちと行っちゃった、そんなんじゃない。人界は不動天なるにあらず、身体なるにあらず。いや、本当はね、この人無人界っていうのね、刻々なんだから、刻々っていう限りね、この、どうでもなきゃ不動でもない、もうどう不動を超えてるもんな。これどう、これさっきも言ったけど、この一瞬1秒間の何万分の1ってこう刻んでみてさ、それでその間に動いてるって言ったらね、そしたらまだそのギリギリ玉なきゃ、じゃあ動いてないって言ったら、その動いていない無の一点の中で動いていないって言ったら、その無のこうあれをいくらプラスしてこうたくさんね重ねてみても動かないじゃないか。ほな実際これ動いているんでもあるし、じゃあ動かないんでもない。そうするとね、本当の無の一点の生命の実物はっていうのは道不動を超えていなくちゃ。で、だから人界は不動天なるにあらず、不身体にあらず。だから動天不動天、身体不身不体、全てが義であり協力なの。ただ協力なの、
ぐ協力。協力は例えば春のごとし、春に小田藩の様子あり、ね、今春を考えてみる、これ梅が咲いた、桃が咲いた、桜が咲いてくる、あるいは桜が散っていく、そして葉桜になってくるって言ってね、こう映ってるみたいに見える。しかしながら、そしてそういう映っていくのが協力だと思ってる。そうじゃない、この春に小田藩の様子ありと、小田藩っていうのはいろいろっていうのね、だから梅が咲いた、桃が咲いた、桜が咲いた、桜が散った、葉桜になったというようなこういろいろの風景がある。このいろいろの風景そのものが協力なんだ。決して冬が過ぎて春が来た、そういうんじゃない。このみんな他との兼ね合いなしに目は目だけが咲くんだ。で、桃は桃だけとして咲くんだね。他との兼ね合い、その、桃のやつがもう梅さんが咲いたから私もそろそろ咲かなくちゃ、咲き遅れると世間体が悪いしねそういう咲き方するんじゃないんだ。とにかく咲く時にはただ他との兼ね合いなし、他とのその何ていうかね、付き合いじゃなくてただ咲く。そう、それがみんなただ、それ人間に限っていつでもこと日本人ってな、世間体ばっかり考えて皆さんがその、洗濯機持ったから私も洗濯機持たなきゃ、皆さんがピアノ持ったから私もピアノ持たなきゃって、そういうあれでしょ、そんなんじゃない。で、下物なきに協力すると山岳すべし。例えば春の協力は必ず春を協力するなり、春の時節にはね、みんなが万物皆春、協力は春にあらざれども、春の協力なるがゆえに協力今春の時に浄土を照る。協力ってことは何もか春じゃない、だけど今は春の協力なるがゆえに協力、刻々の協力が春の時に浄土してる。震災に三代三個すべし、協力を言うに今日はこの街灯にして環境が外にあってた、脳協力の方は協力する主体があるね、東に向いて百戦、世界を行き過ぎて百戦号を振ると思うは仏道の山岳、これの身を戦逸にせざるない。これもあれですね、何かあるものがあってそれでこのとこからこへこう行くっていうね、そういう脳協力の方っていうのね、それが環境、環境が外側にあってさ、そしてここからここへ移るとこう、そういうもんじゃない、これはこれなんだ、これだけだ。で、環境は環境だ。で、こうこっからここへ移るっていう話が協力だと思ってたら、それは仏道の山岳じゃないと。こういう、そしてですね、その次、薬山行動大師、ちなみに無才大師の指示によりて公勢大弱禅師に三門す、三条十二分教暴行ほぼその収支を諦め、いかなるかこれ阻止、生来の意
蛇のごとく塔に大蛇禅師いわく、宇治は彼命を彼って呼ぶね、彼をして曜日春木せしめ、宇治は彼をして曜日春木せしめず、宇治は彼をして曜日春木せしむるはぜ、宇治は彼をして曜日春木せしむるはふで、薬山ひて大御師大弱に申す、猛攻かつて石塔にありし、文殊の鉄牛に登れるがごとし、まあそこまで。この話し合いをまあ面白いですね。この大体薬山威厳、行動禅師ってのは、行動大師ってのは、あの薬山威厳大御所、ちなみに無彩大師ってこれは自分の師匠の石頭稀勢大御所、石頭稀勢の指示によって高勢大弱禅師に参謀する、これ高勢の馬祖同一、馬祖同一大師に参謀する。そして薬山という人はもう大体うんと勉強してきた人なんですね。だから三条十二分教はそれがしほぼその修士を諦め、仏教教学ということは私みんな勉強してきましたよね。しかしいかなるか、これ祖師盛大の意って、このだるまさんがその天竺からわざわざ中国までやってきた、その根本的その狙いは何ですかということがね、結局 仏法の話だ。仏法の根本には何ですかって。そうすると馬祖大弱禅師は、宇治は彼をして曜日春木せしむ、宇治は彼をして曜日春木せしめ、宇治は彼をして曜日春木せしむるはぜ、宇治は彼をしてめざるはぜ。この曜日春木っていうのは、まあ、結局ね、お釈迦さんがね、霊山会場で、霊寿山のところでたくさん あのお弟子さんを前にして、そのコンパラ家を念じてこう、あの花をね念じて、そしてその曜日春木したってこう眉を上げ、そして目をパチパチとウインクした。そうしたところがみんな何のことか分かんなかったわけだね。ところが歌唱尊者一人がにっこり笑ったっていう、その時にその法が伝わった。この話、まあ、ここでも何遍かやってるわね。結局の話、生命の実物が伝わったわけだ。だいたい生命の実物っていうのは、さっきも言ったように兵一発でも貸し借りできない。それがというのは自己切りの事故なんだ。自己切りの事故でもって通用するのはただ一応の言葉だけが通用してるみたいな。これが自己切りの事故の生命の実物が、それじゃ絶対に映んないかっていうと、ポッとこう映る時がある。このその時なんだね。でこれを伝法、ね、法が伝わった、司法というのをこの伝わった。ところが今この大弱禅師って馬祖大師はね、妙なこと言うね、宇治は彼をして曜日春木せしむ、この場合の彼っていうのはね、あの意と言うが目なりっていうのが文言にあるけど、それでいいでしょう。この 目をね、こうあの前を上げさせる、あるいは目をまたパッと
まばたくって言うんだからね、目だ。これをある時目がまばたい、眉毛を上げて 目をまばたきさせる。ある時はその目を上げてそのまばたきさせない。で、ある時はそのこの宇治を今ある時って呼ぶのですよ。そのある時はまばたきさせるのはいいことだ。それから、ある時はまばたきさせるのことは不で悪いことだ。まあそういうふうに一応読めるわけ。あれとそれでもって一体何を言おうとした。そこが問題だ。で、これはね、結局ね、五章っていうあの本、この正五言蔵の注釈書を読むとね、宇治と言った限り取捨の儀はあるべからず。この宇治、このある時って読んじゃダメなんだ。宇治って読まない。宇治って言った限りその取ったり捨てたりっていうそういうことはないんだ。そしてただ所詮今日も宇治、不今日も宇治、是も宇治、不是も宇治なり。はじめの段、高校たる包丁に立ちと、こういうこの一番初めのこのところに古物いわく、宇治は高校たる包丁に立ち、宇治は心身海底高、宇治は三途八臂、宇治は上六八尺、宇治は四条発出、宇治は路中灯籠、宇治は朝三里市、宇治は大地国だったね。これとこの初めの段の高校たる包丁率以下八種を挙げる宇治の道理を釈せらると、こうあの五章の中が出て、つまりね、結局今あの宇治は高校たる包丁率っていって一番初めのこの八つはね、いわば一つの事物自体を八つ並べてみせたわけ。それに対してね、今ここよく読んだのはさ、脅威不脅威、あ彼をして宇治は彼をして何々せしむ、あ宇治は何々あの何々せしめずというところにはね、そのなんか人間的意志が、意志的なものが入ってんじゃない、単なる事物自体じゃないね。眉を上げるか下げないか、上げないかいうんで意思的なものがある。それからこの宇治は彼をして曜日春木せしむるは是、あるいは不是、こういう時にはこれ人間的価値判断が入ってんじゃない。つまりね、その初めのこの冒頭の文章のあれはいわゆる事物的なことを8つ並べたんだ。事物あるいは事態的なことをね。ところが今の場合は人間的意思あるいは人間的価値判断、そういうのも同じ無事なんだっていうことを言いたいわけだね。それで結局大切なのはね、無事なんだ。さあ初めの冒頭の宇治の話から来て、ずっと今までのその道元禅師が言われてきたことも、宇治っていうのは人無人海刻々っていうの、それが大切だっていうことを言ってきたでしょ。それと同じように今我々人間が何でもせしめるせしめない、あるいはそれがいい悪いこういうね、そういう人間の考えも、その考えの先っぽが大切なんじゃなくって、刻々人無人海生命の実物って、それが大切なんだっていうことは この段に言われてくるわけです。
や話がねこう難しくなるから、これをもうちょっと砕いてみるとどういうことになるか。曜日旬木の代わりにですね、この平和っていうの言葉を一つ当てはめてみたらどうだ。宇治は彼をして平和ならしむとこう、宇治は彼をして平和ならしめずと、あるいは宇治は彼をして平和ならしむるはぜ、宇治は彼をして平和ならしめるものはふぜとこう読んで、それでじっくりこう考えてみるとちょっと話が分かってくると思うんだね。例えばだね、その人類の本当のその平和っていうかね、 人類の本当本来の生命そのものの根本は人無人海無事なんだ。それに対してね、今いや平和が大切と一つ言い始めるね。そうすると平和のためには戦わなければならんと、またそれが出てくるんだ。事実平和を守ろうとしたら平和の戦争を起こそうってやつも事実いるんだからね。そうするとそれに対して戦いが始まらなきゃ、そしていやその戦うべきでないとこういう言葉も出てくるし、こうしてなんだかんだって何のことある、平和運動がどっちの方向に向いてどうなってくるんだかわけわかんなくなっちゃう。で本当の平和っていうのね、これはねそういうどうしても平和じゃなくちゃなんないっていうそういうことを言うよりも、まず自己本来人無人海国国っていうね、自己の本当の姿に帰ること、これが一番大切じゃなくちゃなんだ。その時に自分がさっきも言うトルーマンもね毛沢東もスターリンもみんな大体正されにしてるって、だからそれの時に俺は平和だ、いやスターリンは悪い毛沢東がいいって言うの、そういうことを言い始めるとそれでもっとまたわさわさ、実際この世の中のやつね、いいんだ悪いんだって言ってね、何わって かましらん、私 の小畑っていうとこね、湿気が多いせいでもうかばしがバーッと立ってるね、あれ見るといつでももうね、人間社会っていうのはこれと同じなんだ。あんなのアースでも持ってってシュッてやってみんなバーッと怒っちゃうだろうが、それと同じはね、今人間社会っていうのね、爆弾一つバーンってやったらそれで水爆でもやれ、それでまたかばしな落っこちるパンと落っこちるじゃん、それでもいいんだ本当に。どうせね生きててもしょうがないのばっかりが、ただ便所の中でうごうごしてるだけなんだ。根本的なことはもっとこの人無人海国国っていう自己の生命その実物を生きること、でこれはねお釈迦さんの場合でもそこにはその根本精神はお釈迦さんにちゃんと言った、法華経の中にね、恨みは恨むことによって静まらず、
恨みをやめることによってのみ静まる。とお釈迦さんに、ああいう言葉はね、簡単な言葉でそんなこと当たり前だと、こうあの子供の自分、私もその言葉ね読んだ時そう思ってた。これ簡単な言葉じゃないね、これも絶対真実の言葉だ。そういうのを今の平和ってことに当てはめてみて、そうですよ、みんなわー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 、平和が大切だね、戦争は悪いって言って騒いでて、それぐるみその平和を傷つけてるんだし、そしてそれぐるみ戦争を始めてるんだし、でもっと根本的な、もっと深いところにあるってこと。そこだから道元禅お釈迦さんの仏法ね、それから道元禅師の仏法っていうのは深いんです。あれかこれかそんな単調な話じゃないんだ。有水なあれかこれか、それの奥にある、 そういうところね。いやこの間もね、ある老人の人からね、手紙が来た。私もは老人だから、もう座禅しようと思っても座禅できない。それでまあ座禅の代わりに新興宗教へ入りたいと思いますが、どの A の新興宗教と B の新興宗教とっていう、どっちの新興宗教へ入りましょうかっていう手紙ながら来たんだね。これ私も答えられない。私が何だって新興宗教あっちに入りなさい、こっちはやめなさいっていう根拠はどっからしたら出てくるか、出てこないか。結局これ結局自分は生きるのは自分以外のないんだから、それだからあなた自身がお決めなさいと、まあ当然ながらそう返事したんだね。ほらこういうね、私のところに何とかかんとか言ってくるのは同じようなのがいつも重なるんだからおかしいなと思うんだけどね。この間もう一つね、朝っぱらから電話かかってきた。だいたい私はね、私のうちにね電話引いていないのは電話が嫌いだからですよいや貧乏で電話も引けないっていうところもあるけれど、しかしながらそればっかりで、その電話が嫌いなんだから引いていないという意思表示してるところも汲み取ってほしいんだ。それをわざわざね、だから電話帳を引いたって内山交渉で電話帳出てくるはずはない。それなのに何とかかんとか調べてお隣さんへ電話かかってくる、それで呼び出すんだからね、それ困るんだよ。それでお隣さんにも悪いしね。それで電話に出てみたらね、年寄りの男の声、男の老人の声で、私は猫を大変可愛がってたけど、その猫が死んだんだ。でその猫をね、ご先祖さんのこのお墓に埋めたいと思うんだけれど、これはいいことですか悪いことですかこういうことなんだね。それをまあ用を取って言わばそうなんだ。これをプドプドとね、私だってもうのあいつで、今日は忙しいんでなるべく話をお早く願いますとそうまずにそう言ったけどね、なお余計なこと言わなきゃでもとにかくそういう話、これもね私には答えられるもんじゃない。それでこれはまあ本命になるお寺さんにご相談ください話したんだけどね。でもね後から考えてみたらちゃんと
この箇所はね、このその予備神幕の話ね、この箇所を読むためにその電話かけてきてくれた、手紙くれたり電話かけてくれたみたいに思うね。要するに初めのは信仰宗教、どの信仰宗教に入る彼をしてその入らしめるか閉めないかっていうんだからね。そして今度はその次の電話は猫の遺骨をその、あれですね、ご先祖さんの墓に埋めるは是かあるいは不是か、こういうことなの。そうするとね、やっぱりこれそういうのそういう手紙とかあれとかっていうのね、うるさいとは思うべきでないなって思うんだね。いや、いろんな人が来られる、それでいろんな手紙が来る、これうるさいと思うこともあるもの。しかしながらよく考えてみると、こう人に会ったりそういうのをあれすることでいろいろこう学ぶね。でそれであれなんだけれど、結局その今の話、老人たちの話を思い出してください。その根本にあるものは何かっていうとね、このね老人たちね、根本はね、誰かに相手になってもらいたいんだ。早くしろ。それで、信仰宗教は入りましょうか入りませんかって言ってね、こう身の回りの人にこう例えば娘さんとかね、息子さんにこう言ってみると、おばあさんそんなことどうでもいいって、相手してくれないんだと。それでね、またその男の老人の人でも、猫の死骸をご先祖さんのお墓へ埋めようかどうしようかって言って、きっとくよくよね、一旦違いない、ところが誰も相手になってくる。そうするとやっぱり気の優しい内山さんに挑まれてくるんだよ。で結局何のことはないぐずりに来てこのね、結局根本はぐずっているんでしかない。そしてだからそれはそれでいい。しかし大切なことはこの教義不教義、これね、教義不教義ですね、あるいは是不是とこう言うけれど、こんなことがもん、考えた頭の先っぽがね、どっちかだってね、そんなことが大切なんじゃないんだ。根本はこの無実中、この刻々人無人海刻々生きてる生命の実物って、これだけが大切な結局はね。結局はね、その点はね、今のその老人たち、どうしましょうか、いいでしょうか悪いでしょうかってね、そんなことよりも根本に言いたい、その老人たちにはっきりは言わなかったけど、とても言えない、その言えやしなのね、そう言ってきたの、すぐうろうろするなぐずるなって、サービスをしなら言うけど私は言えない。で結局今のこれからはね、老人たち、老人の世代になるっていうか、この老人がたくさんこの高齢化社会っていう、その老人たちがね、このみんなうろうろぐずり回るんじゃないかちょっと考えるとうんざりするあれ昔のね、昔はコロって言うとね、コロって言って、これは尊敬すべき存在だったんだ。コロと言えばね、そ
少なくとも尊敬すべき古老がいたに違いない。ところが今はっていうとね、生存ボケしてみんな豊かな社会って言ってね、これでみんな生存ボケしちゃってさ、でもっと尊敬すべき古老は育たない、ね、未熟児をそのまんましわくちゃにしたような幼稚な老人ばっかりが多くなりすぎる。これ困ったもんだと思うけどね。もうその点ね、これからの人たちも、もうそういう、未熟児をしわくちゃにしたような老人になっちゃった人は仕方がない。しかしながら我々若い世代はだそういう未熟児老人にならないように、これは若い時から工夫していかなきゃダメだと。その点ね、さっきちょっと平和の話したけれど、よく、キリスト教は平和運動なんかよくやりますが、仏教はそういう平和運動なんかやらないんですねってよく言う人がいるじゃない。これはね、事実ね、今の仏教界に人類の将来というね、いうようなものを本気になって憂えるような坊さんたちっていうのは本当にいないんだと。いないことも事実だ。事実、そういう人類の将来を憂える坊さんがいるんだったら、大いにあれだけど、いない、大体いないんだということも事実です。しかしながらね、そういう現在の事実論だけじゃなくって、仏教そのものの本質論としてだ。仏教そのものの本質論としてね、仏教はそういう組織としての平和運動はやらないのが仏教だと。というのはね、今言うように一旦平和っていうのを言い出すとすぐ平和のために戦わなきゃなんないと、こう話が出てくる。そしていや戦うのは良くない、どうしたらいいかって言ってそれこそ蚊柱みたいな話になっちゃう。そうじゃないね、仏教ことにダルマ文化としては、ダルマ文化ってダルマさんっていうのはとにかくインドからわざわざシナまで来て、その時代ジェット機で飛んできてんじゃないの、何年中年数をかけて苦心してやってきた人、それでいてそれじゃあシナまで来たからこれから禅宗を、禅っていうものを広めようって言ってマスコミに乗って、それで拡声器でもって皆さん座礼してくださいと、そんなことは全然言わなかった。ただじっと座礼、このじっと座礼して9年免疫って言うじゃない。それでただじっと自分一人が座礼してるっていうところにね、この共鳴者が一人現れた。それが絵画大師だ。そうするとまた絵画大師っていう人はダルマさんに共鳴したためにまた一生見捨てられたような格好でただじっと座る。そうすると今度総三大師がそれを共鳴して、から同心大師が共鳴してって、こうね細々と糸のごとく伝わってきて、六代目の江戸の時代になって初めて禅っていうのはバッとこう広まった。こういうのがダルマ文化の生き方でなきゃ、今我々もあれですね、
平和平和ってね、 そんな声を大きくするんじゃない。人無人海国国、そういう事故にじっと座ってる。それが今言う、さっきの同士の言うスターリンも毛沢東もトルーマンも大絶賛するって、そういうあれです。ほんでそういう自分が自分にのじっと落ち着いて、そしてぐずらないと、そういう実物見本が伝播していくっていうのが大切だ。このたった一人がたった一人にね、だから一個半個っていうこと、一個でも半分でもっていうことね。それでそういう根本、人無人海国国っていう人間がね、こう一人から一人へって伝わっていく、そういうのが時代を作ってくることが事実あるね。だるまさんの座禅はそうやって伝わっている。この六代の後になってバッと核爆発するみたいに広まっている。私のあれも根本的にただそれだけだ。きっと私、少なくとも今私の弟子たちたくさんいるのね。それがまた弟子たちが弟子たちを持つっていうの。まず私の今弟子たちって30人ぐらいいるじゃん。そうするとその30人の弟子たちがまた30人持つ。そしてまたって言って、あしたら今度バーン。そういうね、時代が来るんだと思う。そういう時代をじっと、そういう時代をね、人無人海国国、今こうじっとしてる。自分が自分を座ってるって、その態度が根本なので、今の宇治の話もそういうことが根本ですね。で、まあ今日は時間がないから、まあ、Oh,